ありがとうございます。秋田市中心市街地の話題をお届けする街中応援会、2つ目の話題はこちら。フルートデュオを結成しました。フルートデュオゆりの木ということで、フルート奏者の桶沢美優さんと藤原瑞佳さんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。早速ね、素晴らしい演奏でしたけど、花ちゃんどうでしたか？はい、まあ最初からいい気分ですね。ああ、もうご機嫌ですね、花ちゃん。はい、ね、まあね、今これ見ながらね、納豆ご飯食べてるお父さんもね、今日はうめなみたいななるんじゃないでしょうか、ね、はい、ちょっと何言ってるか分かんないですけども、はい僕ね、結構 RPG ゲームをよくやるんですよ。でそれをするとね、こう村とか行った時にフルートの音が流れてるわけですよ、はい、なので僕はちょっとゲームをねやってるので、ちょっとそういう気分になりました、はい、人はね、いろんな感性がありますので、はい、ご勘弁ください一人でずっとベラベラ喋ってる誰に謝ってんだろうな、俺は。はい、お二人のプロフィールご紹介します。まずは桶沢美優さんからですね、はい、神奈川県出身、秋田市在住、13歳からフルートを始める。東邦学園芸術短期大学卒業後、同短期大学専攻科及び研究科を修了。第6回葵音楽コンクールで優秀賞を受賞。第90回横浜新人オーディションに合格、演奏会に出演。現在は秋田カルチャーセンターでフルート講師や挙式会場での演奏、コンサートの自主開催を行っている。2023年フルートデュオゆりの木結成。続きまして藤原瑞佳さんでございます。秋田市出身、19歳からフルートを始める。東京の音楽学校卒業後、秋田へ戻り演奏活動を開始。現在秋田県内でのソロ演奏、ブライダル演奏、音楽団体の演奏会への参助出演、市内の学校へ講師、鑑賞教室を行うなどの活動をしています。2021年ソロコンサートを2度企画開催。2023年フルートデュオゆりの木結成ということでございます。お二人、フルートデュオゆりの木どうしてこう結成したんでしょうか？はい、はい、私がですね、秋田県に越してきてからですね、コンサートを見かけた音楽家の方にご連絡をさせていただきまして、その方から秋田にいらっしゃるフルーティストとして藤原瑞佳さんをご紹介いただきました。はい、2人で出会ってからイベントなどでの演奏を通していくうちに、2人でのアンサンブルをもっと構築したいということで、今回2人で、演奏会を企画し、フルートデュオを結成することになりました。じゃあ結成してまだ間もない感じではあるんですか？本当に間もないです。そうなんですね。2人でフルートやるって難しそうですけどね。どうですか？どうかな、難しさもあり、2人いるからこそこの駆け引きとかが発生するので、それが私はとても楽しいなと、はい、デュオの魅力だなと思ってます、はい、気品がね、こうやっぱ2人こう溢れるんですけども、フルート奏者でやっぱ心が綺麗じゃなきゃね、この楽器って俺やれないと思ってるんですけど、それどうですか？どうですかって言うのもあるんですけど、綺麗です、ね、なんかそう思っちゃうな。気品がこうね、思いません、花ちゃん？はい、とってもね、はいはい、メロディーを弾く方と、はい、和音、うん、そうですね、こう弾く方と、うん、このバランスが、うん、いいですね。2人で支え合って、2人だと、ね、はい。で2人の練習写真もあるということで、ちょっと見ていきますか。はい、これも練習中なんですね。これはイベントでの演奏中です。練習中じゃねえじゃねえかよ本番はい、ちょっと、はい、テンパってますね、はい、写真あるんですね、まだ、はい、おお、なんか練習してる風景も絵になってるけどどのくらい練習するんですか？1回練習するって言ったら、だいたい週1回はあったりして、練習したりしてます。何時間とかもやるんですか？約2時間くらい。2時間もやるんですか？2時間くらいですね。まあでも、ね、他のことを、じゃあ今日の出演についてとか話しながら、じゃあ今日これやらなきゃいけないねみたいな感じでお話ししつつ、ね、まあ、体力もね使うと思います、まあ、ちょっと後ほどねそういう話も聞きたいんですけども、実は4月8日にコンサートをされるそうで、その告知も今日する予定だったんですが、はい、なんとチケット早くも完売ということで、ありがとうございます、はい、すごい大人気じゃないですか。
これが難儀なんだよね。すごいね。俺来週のイベントチケット死ぬほどあるで。あんまりねそういうこと言っちゃいけないですけどね、はい、でコンサート2本のフルートとピアノとコーヒーということで、こちらどんなイベントになりますか。はい、はい、こちらは初夏の昼下がりにですね、うん、2本のフルートとピアノの音楽とお好きな飲み物でゆったりした時間を過ごしていただきたいというコンセプトで、うん、プログラムといたしましても耳なじみのあるメロディーから本格的なクラシック音楽作品までを取り揃えました。いいですね、この楽曲を聴きながら。はい、イベントタイトルがおしゃれですね。ありがとうございます。2本のフルートとピアノとコーヒー。ね、読み方良かったでしょ、うん、よかった。もう一回読みます。2本のフルートとピアノとコーヒー、初夏の昼下がり、ね、はい、あんまりほら俺生きててさフルートとか言ったことないからね、もう言いたくなるよね、なんかおしゃれなさ。いやいいですね、はい、でこの会場カフェブルージュ、こちらはどういった会場になりますか。こちらはカフェなんですけれども、はい、うん、のいろいろなミュージシャンの方のライブでしたり、うんうんうん、私たちみたいなクラシックの音楽家の方も、うん、コンサート会場として利用させていただくことが多い素敵なカフェ兼レンタルスペースとなっております。中にこうグランドピアノがございまして、響きもとっても良くて、お料理も本当にすごく美味しいので、ぜひ皆様もし行かれる機会があればおすすめのカフェになっております。今回はねもうチケットが完売しちゃってるんでね。すごいですね。 お客さんの層的にはなんかどういった方たちが来られるんですか。今回が私たちの開催が初めてなので、うん、はい、まだちょっとね、うん、見てらっしゃらないんですけれども、ね、初開催でもチケットが完売しちゃってるっていう、はい、そうですね、ありがたいことに。みんなチェックしてるんですね。もうユリの木がおいおいとブルージュでやるそうだぜ。みんなもチェックしてチケットを完売してるってことですね。すごいな。まあ、なんか個々にもいろいろ活動はずっとされてるんですもんね。はい、うん、そうかそうか。では、まあ、せっかくなのでもう一曲演奏していただけるということで、はい、ちょっとご準備の方よろしくお願いします。はい、まあ、花ちゃんもねこう近くで聴く機会ないよね、なかなか。そうです、もったいないです。はい、ありがとうございます。ね、いつも尺八だすもんな。だ聞いてるやつな、うん、尺八でも違うから、うん、楽器だからね。同じ服とものといえね、うん、はい、では準備ができたらお願いします。はい、はい、
晴らしいハーモニーですね。花ちゃんどうでしたか。ねえすごいね、うん、ぴったりですね。もうみんなこう見てる方も拍手して、ね、みんな足止まっちゃったよね、はい、こういう、うん、あの楽器の道具がよく近間より、うん、この遠くの方がもう聞こえが確かにね、そう、いい、うん、私もなかなかこの距離でお聞かせすることってないです。花ちゃんもすごい砂かぶり席だからね。そう、ああ贅沢だな。贅沢だっすよ。だから遠くを絶対こう、ね、よくこう、うん、聞こえると思う、いや弁当うまそうですもんね。みんなこう感覚ね、フルート食いながらじゃねえ、フルート聞きながらね。この歌知ってるよ、はい、これ有名ですね。美しき青きボナーですね、この歌だったんだ。でお二人吹いてるフルートがちょっと違いがあるということで、ぜひちょっと教えてください。はい、はい、まず私のフルートなんですけれども、うん、私のはメーカーがアメリカのメーカーのパウエルフルートというブランドのフルートになりまして、パウエルフルートの総銀製、全部銀でできている総銀製のフルート銀でになります。はい、すごく私のは重さが軽くって、はい、長時間吹いててもあまり疲れにくいっていうモデルのタイプのフルートで、私の楽器は結構柔らかい音色が出る特色がある楽器になっております。なるほど。桶沢さんの方は、はい、私、はい、のフルートは日本のメーカーで、3つの響きと書く三響楽器さんの、フルートとなっております。楽器の特色としては私も、総銀製のフルートになっているんですけれども、メーカーの音色の特色としてよく言われるのが高音がキラキラしている、はい、華やかなという、例えという言いますか、イメージがよく言われる楽器となっております。全然変わるもんなんですか。そうですね、です楽器も変わりますし、うん、あ、一人ずつね、あ、ちょっと伝わるかな、うん、軽くちょっと触り、あ、もう任せが我々も一応音楽人でございますからね、はい、そして藤原さん、はい、聞き比べ、ごめんね、高音がキラキラ。やっぱりね、あの高いところ高音行った時にちょっとキラキラしてる感じはあります。ね、で私たちよく聞くフルートってそんな、うん、そっちなのそった感じするんだよね。ああ、馴染みがある。なんかフルートの感じが、うん、こっちはこうピッと高音がこうキラキラ、うん、やっぱりそうですね。どっちが主流とかってあるんですか。よくみんなが使ってるものとか。でも完全に好み、うん、そうですね。そうなんだ、はい、じゃあ自分で吹いてとか、あ、これいいなとか、そうですね、持った感触とかそういうので選ぶんですね、はい、私は去年買ったばっかり、うん、買い替えたばっかりなんですけど、うん、たくさん思想を試しに吹かせていただいて、うん、もうこれだってなって、ビビッときて、はい、ビビッときて。桶沢さんはあの、うん、もうすごく使い込まれてて、もう高校生の頃からこの楽器と一緒に来てるので十何年目だろう、うん、ずっとこの楽器と一緒ですね。でもメンテしながらやるともうずっと使えるものなんです ね、 そうですね、あ、はい、ありがとうございます。贅沢なお時間でございましたね、はい、最後にこれからのユリの木についてぜひ視聴者の皆さんに PR をお願いします。はい、私たちフルートデュオユリの木と申します。ユリの木というのはお花の名前でして、花言葉の一つに田園の幸福という言葉がございます。秋田の自然風景や田園風景のように皆様の生活に身近な演奏家フルートデュオとしてこれから活動してまいりたいと思いますので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。素晴らしいですね。完璧です。桶沢さん、藤原さん、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、我らが花ちゃんと3人で秋田県民歌をコラボしてもらえるということで、はい、皆さんお願いします。まあ、はい、嬉しいですわ、はい、私はただ聞いてるだけでございますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。いいね、フルートで歌う県民歌いいですね、花ちゃん、ね、初めてこういう機会を
前一回ご一緒しました。あ、あるんだ。あ、わかりました、はい、そうです。じゃあまあ今日初めてってことで、はい、今日は2つで、はい、あ、そうですね、はい、ゆりの木とやるっていうね、はい、では準備できたらお願いします。はい、はい、終了でございます。明日もしなちゃん見てください。さよなら。